どうぞ。Thank you. はい、ありがとうございます。2回目の米朝首脳会談があったときですね、もしあったとすればですね、そしてその時は平壌で行うんですか？まだそれは設定していません。おそらくですね、もう一回必要でしょうね。もっと会合が必要でしょう。もっと違う言い方もしましょうか。またさらに演出必要でしょうね。また私が思ったよりも進むことができました。またあまり期待を高くしたくはなかったんですけれども、ですけれどもこれは成功するだろうと、もしうまくいくことができれば、関係を構築することができればと言いましたね。そしてここで2、3ヶ月でここまでできると思いませんでしたけど、多くのことができました。それは基礎があったからですね、基盤があったからです。私たちがここに来る前にですね、多くのことが非常に迅速に行われました。しかし私たちは例えばですね、ここでですね、この遺骨収集ということはですね、まず最初にこのなってなかったんですけど、一番最後に言いました。というのは多くの人が私にその話をしたからですね。で、最後の話題としてここで載せました。そして非常にですね、委員長はここでですね、その話をしようと言ってくれました。でそれはその最もだと言ってくれました。そしてこの多くのですね、この素晴らしい人たちがどこに遺骨があるのかということは分かるわけです。高速道路沿いだったりとかなど、道路沿いなどですよね。というのは兵士がですね、何度も何度もそこでこの行進してたからですね。しかしキム委員長は分かってくれました。そして本当に会談の最後でこれを持ち出したんですけれども、本当にキム委員長がですね、この話をしてくださって本当に良かったと思います。どうぞ。ありがとうございます。アメリカンニュースのものです。ありがとうございます。皆さんの仕事ぶりに感謝しています。鋭い質問になるかもしれませんね。今後の北朝鮮の未来について伺いたいと思います。特に金正恩委員長はより明るい繁栄を享受できる未来が待っていると述べていますが、このビデオを見てこれからどんな未来になる、そうした考え方を持っていらっしゃるんでしょうか。金正恩委員長はどんなモデルを抱いているんでしょうか。経済的に、経済の自由についてはどうでしょうか。先ほどテープをご覧になったと思います。これは未来の高いレベルの発展について描いています。皆さんもよくご存知のことと思います。より小規模なレベルの、こうしたバージョンというのもあるんですけれども、すべてがトップから繁栄を享受する、トップへ向かう、そうした展開となっています。このバージョン、それはこれから何が起こるかを示しています。そして素晴らしいビーチを北朝鮮は持っています。海に向けて美しいビーチがあります。そこにコンドミニアムをつかむこともできるかもしれません。つまり最高のホテルを構築することもできると思います。不動産や不動産業の観点から見れば、韓国と中国、その真ん中に北朝鮮があるわけです。素晴らしいロケーションです。ですからこれからどんな展開を望むのか、あのテープを見て iPad で見せたんですけれども、本当に素晴らしいと、そういう考えを持っていたようです。どうぞ、あと数問の質問をお受けしたいと思います。はい、どうぞ。タイムのものですね。はい、どうぞ。で、また表紙に載っけてくれるんですか、今週は。はい、その可能性はありますよ。タイム誌の表紙になるという可能性ですね。キム・ジョンウン委員長ですけれども、今同等の立場と思っていますか。どういう意味でですか。で、そのビデオをお見せになったということですね。動画の中でですね、同等の立場として見せたということですか。いえ、私はですね、そういうふうには見ていないですね。私はですね、必要なことはやります。世界をより安全な場所にするためにですね。で、もしここで私はステージに座っていて、そして何と言ってることは分かりますけれども、私がステージにキム・ジョンウン委員長と一緒に座っているとして、舞台の上にいてですね、3000万人の命を救えるということであれば、それは非常に大事なことですね。私は一緒に同じ舞台にいると、そしてまたシンガポールにですね、非常にですね、喜んで非常に誇り高くやってくる意思がありますね。そしてここはですね、
ね、自分の時間もかかっているわけですけどね。そしてその北朝鮮は多くのことを諦めたわけですね。それはまたオリンピックの時もそうですね。オリンピックということもこの質問に入れてもいいと思いますけど、オリンピックに行ったわけですね。そしてこれは非常に大きな失敗だろうだろうと思ったわけです。そんなことはないだろうと思ったんですけども、しかし大きな成功にできたんですね。それは参加をすることによって成功できたわけです。ですからそのリストにぜひ追加してほしいと思いますね。そうです、ブライアンさん、もしここで何千万人もの命を救うことができる、ここに来ることによって、そしてここでキム委員長と関係性を構築して話ができる、この人は強力な人物ですね。そしてしっかりと国を維持しています。そしてこの国というのはですね、非常にこの強力な核兵器を持っています。私はこの人と話をします。その動画ですね、先ほどのビデオですけれども、キム委員長がプロパガンダに利用するとは思われませんか。他の国のビデオも私たちお見せすることもできるほどです。大統領、2000年にクリントン元大統領はキム・ジョン・イル総書記と に対して平壌で会談を持つことについて話し合い、そして結局はそれは実現しませんでしたけれども、オルブライト国務長官を派遣しました。そうです、30億ドルをその際使ったんです。そして今回はキム・ジョンウン委員長とお会いになったわけですが、最終的にこれだけ人々を抑圧する政権の正当性を認めたことにはならないでしょうか。自由世界のリーダー、アメリカの大統領として、このような抑圧的な国家、北朝鮮のリーダーと握手をしたのです。残虐に自らの国民にさまざまなことをしている、そうした政権の首脳と握手をしたわけですね。それについて何かお考えはあるでしょうか。次の質問お願いします。アリアナ・ジョンソンです。ポリティコのものです。あなたはいくつかの妥協を行ったとされています。核兵器の、核実験場の廃棄の代償として見返りをしたともされているわけですけれども、もしキム委員長がこうした合意内容を履行しないとすれば、その対応として何をなさるおつもりでしょうか。いえ、キム委員長は実施をすると信じています。約束を履行するでしょう。これはエンジンの実験場や、あるいはその他の施設について、強力なエンジン実験場があるわけですけれども、約束を守るとしています。大変な熱がそこで完成されました。大変に満足をしています。この2つの点について非常に満足を私はしています。エンジンの実験場の廃棄についてです。正直に言って6ヶ月の間に私が間違っていた、これはうまくいかない、そういったことも、そういった形で言うこともできたはずなんです。